でも、今も、昔もそうですけどね。まあ、細いけど、おっぱいは大きかったよね。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりです。女王がねじ伏せるのか、2年連続主催者推薦の優勝か、5人目のダイヤモンド世代か。ゴ はい。国内ツアー第4戦アクサレディースの2日目の結果です。コメントも後で読ませさせていただきますね。トップに立ったのは、レイチェルこと薄井麗華ちゃんがトップを守っておりますけども、山下美宇ちゃんも、トゥデイ6アンダー、まあ、レイチェルと同じくベストスコアで、まあ、抜け出しましたね。まあ、他の選手はこんな感じですけども、今日解説やったの佐伯美希プロがね、 コースセッティングもやってるんですけども、あ,あの、BS の方じゃなくてね、あの、Unext の方ね、Unext とか d a ン o n の方ね。はいわ。私、あの、地上波とか BS とか見ないので、まあ、そこで言っていたのが、あの、t グラウンドの後ろからこうカメラさんが映してる時にね、もうちょっとズームしてもらうと、選手が見えるポジション、ピンポジションね、その日のピンポジションっていうのはよくわかりますと。 あの、難しさがよりわかるんですと。もうちょっとズームしてもらうとと言ったんですけどね。それだよ、それと思わず画面に向かって言っちゃいましたね。それと。やっぱりね、あの、グリーンの奥にあるカメラから、あの、映っても、なかなかこう、選手のスイングっていうのはよく見えなかったりするんですよ。で、そうしてるうちもグリーンの奥のカメラに画面が切り替わっちゃったんですよね。で、 あの、最近ミキプロがそれを言い終わったら、切り替わった、あの、グリーンの奥にあるカメラの、あのー、カメラさんが、まあ、ちょっとズームしたんですよ、少し。いや、そっちじゃなくてと思って。そっちをズームしてもしょうがないんだよ、とかってね、ちょっとね、一人で騒いでましたけどね。やっぱり T の後ろから撮った、あのー、カメラさんがもう、まあ、ズームしてくれればよかったんですけども、 なかなかそんなうまくはいかなかったようでね。でも、佐伯さんよく言ってくれたなと。グリーンの後ろのカメラからね、撮る映像が多いじゃないですか、ほとんどね。中継の半分がパッティングシーンでしょやっぱりゴルフをやるものにとっては、やっぱりスイングに悩んでない人っていないでしょすごく参考にしたいんですよ。そういうスイングとかを見たいんですよ。なのに、まあ、前方からね、あの、 グリーンの後ろにある、設置してあるカメラから、まあ、ズームアップして、セカンドショット打ってるシーンとか。そんな前から撮られてもさ、スイング、あんまりこう、自分の姿をさ、前から撮ったりすることないでしょ。練習場で。ね後ろからとか、前の打席に人がいなかったら前から撮ったりとかもできるかもしれないけど。大体後ろからでしょ。参考になんないんだよね。プロの、あの、スイング前から見ても。わかんないんだよ。 自分の姿は同じように撮れないから。だから、その辺もうちょっとね、そういうシーンが増えてくるといいなと思ってたので、最近プロよく言ってくれたと。もう今後変わるかなと思ったんで、今日は若干後ろから撮るシーンが多かったかなと思ったんですけどね。今後増えてくるといいなと思いますよね。やっぱりアメリカの男子ツアーがそうでしょう。まあ、後ろからとかね、まあ、近くで撮るシーンが結構多いのでね、 まあよりあの男子ツアーの凄さがよくわかるんですよね。で、プロがどういう風にピンポジションを見てるのかっていう、あの、画角でわかるんですよ。手前に池がありとか、バンカーがあるとか。で、その真上にピンが立っているように見えるから、まあ、大体あの手前から何ヤードのとこにピンが切ってありますよとかってわかるんだけど、でも、見た感じだとさ、 もうほとんどあピンまで10ヤードあるなって言っててもその10ヤードが分かんないわけよパッと見もうバンカーとピンの間がもうほとんど数ヤードしかないようにしか見えないわけよ打つ時に選手としてはだからそのシーンをあの映してもらってねなんでここが難しいのかっていうのがあんまりこうゴルフ知らない方とかね見たら それでもわかるでしょゴルフあんまり知らない人でも、あの、あんまりゴルフやらない人でもね。だからそういうのを見せてほしいなってずっと思ってたんですけどね。まあ、ちょっと今日はそういうシーンを、あの、いつもよりは多かったかなっていう感じはしたのでね。あの、ちょっとこれ、今後そういうふうにこうカメラさんが動いて撮ってほしいなというのがありましたけどね。まあそれはいいんですけど、ちょっとホールバイホール見てください。今日ね、 まあ、レイチェルはね、まあ、薄いレイカちゃんは、あのー、初日スコア出てね、自分が一番驚いてますと <laughs> 言ってたんですけども、今日も一番からね、もうショットインイーグルかっていうぐらいのベタピンショット見せたんですよ。もうちょっとで入りそうなぐらい。すごかったですね。ショットがキレキレでしたよ。あの、3番でもね、もう近くにつけてバーディー取ってたし、5番は4メーターぐらいだったけどね、8番は2メートルぐらいにまたつけて、で、 10番のパー5はアプローチ寄せきれなかったんだけど、4メーターぐらい残っちゃったんだけど、それをぶち込んでバーディー取って、その次の11番も2メートルぐらいと、こショットでつけたバーディーがほとんどだったんですよ。で、そうじゃなくて、あのー、山下美羽ちゃんの方は、まあ、後半の4連続バーディーなんかもそうだけど、これね、まあ、13番は、ね、よく分かんなかったけど、14番のパー4はチップインですよ。チップインバーディー。 で、15番は10メートルぐらいありましたよ、あれ。10メートルぐらいのぶち込んでバーディー3連続来て、その次の16番も8メーター以上あったんじゃないかなあ、あれ。あれ入れて4連続ですよ。で、その次の17番もね、6、7メーターぐらいあったんですよ。これもちょっとで入りそうになったんですよ。あとちょっと、あと一転がりっていう感じでね、5連続惜しかったんですよ。だから、 逆なの。薄い麗華ちゃんはショットでビタビタ来てバーディー取ってたんですよ。山下美ゆちゃんはもうパターでぶち込んでたんだよね。ショットでビタビタ来たわけじゃないんですよ。だからこれ明日ねどうなるかね。明日雨でしょう。だからどういう感じでいくかね。パターが引き続き入るのか、引き続きショットがいいのか。で、もう優勝がパッと分かれるかなと思ったんですけど、そこに待ったをかけるのが、 夢かデラックスですよね。小林夢かちゃうんですよ。まあ一番、朝一からね、カメラに当たりそうになりましたね。まあカメラさん、あの、ラフのところから T ショット映しますよね。大体ね。だけど、カメラさんのところまで来ちゃうんだよね。さすがにここまで来ないだろうっていうところで、あの、映してるんですけどね。そこまで来ちゃうんだよね。ぶっ飛ばしてましたね。<laughs> すごい。本当に。 あの、計測ホール、さっきね、あの、見たんですけどね、あの、JLPGA のホームページ見たんだけど、まだ更新されてないんですよ。あの、今日のディドライビングディスタンスとか更新されてないのでね、それもいつまでも待っててもしょうがないから喋り始めてますけど。いや、今日ね、なんかあの、計測ホール以外でも、全部残り距離を言ってくれるんですよ。全部ね、もう T ショット大体270以上飛んでるのね。 3番とかでもラフに行ったのに、まあショットは曲がりますよ、トブ選手なのでね。まあ曲がりますけど、3番だとラフ行ったんだけど、コタッキーよりも30ヤード前とかね。5番でもね、最近ミキプロね、飛んでますねって言った後、あこうズームアップするじゃないですか。いやー、ここまで来るのって。 で、もう来年はコースセッティング任されたらね、まあフルバックからしないとダメだなって言って,言ってたんですよ。まあレイチェルと50ヤード以上飛距離差があるんでね。ええー、ってもうびっくりしてましたよね。391ヤードで残り99ヤードですからね。<laughs> 292ヤードですよ。で、他のホールでもだたいね、270ヤード飛んで残り距離がそれぐらいっていう、まあホールがほとんど だったんで、本当にもう、毎度毎度270超えてるって感じで、ラフ行っても、ラフ行って、あの、ランが出なくても、それぐらい飛んでるっていう。まあ、ジャンボさんの秘蔵っ子っていうのはもう、その通りでね、飛距離だけは出ると。まあ、パター下手くそだけど、ドライバーの飛距離だけは出るってね。まあ、中学卒業してからもうジャンボアカデミーにいますけど、もうそれで、ジャンボさんに目つけられてね、 やっぱり飛ぶ選手って、まあ途中から飛ばそうとしても無理なんだよね。最初から飛ぶ選手ってね。もうそういう、こう飛距離を出すコツを分かってるっていうかね。パワーだけじゃなくてね。まあ10番ホールなんかはレイチェルと同じ飛距離だったけどね。レイチェルも本気出したら飛ぶんだよね、やっぱりね。稲見萌音ちゃんと仲いいけど、萌音ちゃんの今のスイングと似てるよね、なんとなくね。あの、バックスイング上げてから切り返しがパッと、あの、切り返して、 早いんだよね。まあ、ちょっと似てるなと思ったんだけど。一緒に練習してんのかなわかんないですけどね。で、11番のパー4なんかは、バーディーパッドが4メーターぐらいショートしちゃったんですよね。ラインに乗ってたのに、あとちょっとでパーセーブだったんですけど、まあここでボギー打ちましたけどね。まあその後バーディーが来なくて、やっぱり上の2人が伸ばしてるから、 まあ、二つ伸ばしたんだけど、なんかこう落としてるような感覚っていう感じじゃなかったのかなと思いますよね。終わってから悔し,悔しくて泣いてたんですよ。ゆめかちゃん。で、そばでね、慰めてたのが工藤遥香選手ね。工藤遥香選手は余裕で予選落ちしてましたね。<laughs> こういう言い方は悪いけどね、余裕で予選落ちです。もう話にならないというかね。 私なんか予選落ちだよ。もう、頑張ってるじゃんって言ったかどうかは知りませんけどね。まあ、悔しかったんでしょうね。泣いてました。まあ、優勝を逃したのかっていうぐらい泣いてたね。<laughs> まあ、悔しかったんだろうね。それぐらいね。まあ、それはいいんですけどね。まあ、昼たも、天安アダまで伸ばしたいですって言ってたけど、もうちょっとでしたね。5つ伸ばして、天安アダまで持ってきたいですって言ってたんですよ。 まあでも、17番はすごかったね。木の後ろ行っちゃって、ドローをかけないと、あのグリーン狙えないところを綺麗にドローをかけてね、フェアウェイをずっと通って、花道に落ちて、コロ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 って転がって、グリーンに向かってって、グリーン乗ってないんだけどね。もう、100点のショットだったでしょ。あれはね。まあそれで、キャディさんもね、乗ってないんだけど、喜んでね、もうすぐパター渡してたもんね。<laughs> 乗ったと勘違いして。 最近ミキさんは、私だったら、これ乗ってないよって、パターを渡された時にね、乗ってないけどって、私だったら言ってますねって言ってたけど、まあ、そっちが正解だよね <laughs>。まあ、それでも、ね、あの、パターをね、ウェッジに変えずにパターで寄せてましたけどね。はい。まあ、ボギーだったけどね <laughs>。ボギーでしたけどね。まあ、まあ、しょうがないですよね、それはね。まあ、 カシアブラスカ選手も応援団も多いから力になってんじゃないですかね。5つ伸ばして。よかったですね。まあ最終日伸ばしたらわかんないですね、まだ。5打差。ちょっと5打差はきついかもしれないけど、明日雨なのでね。レイチェルが雨得意なのかなやっぱりやることが増えちゃって、なんかもう雨嫌だっていう子だったら、わかんないね。山下美羽ちゃんもそうだけど。山下美羽ちゃんはそんな、まあ、 1 0 0連磨ですからね、もう。大丈夫でしょう。あと気になるのが小林美月ちゃんね。序盤4連続バーディーがあってね。やっぱり映ると思うんだよね。笑ってる姿はめちゃくちゃ可愛いんだけどね。もうちょっと体絞ったら人気出るよ、この子は。<laughs> もうちょっと絞ってみたらっていう感じですよね、はい。いや、笑顔はめちゃくちゃ可愛い子ですよね、この子。本当に。 はい。で、やっと岩井明恵ちゃんがね、まあ、いいゴルフになったんじゃないでしょうかね。5アンダーで。ノーボギーですからね。いつもは、あの、バーディーボギーが多い、あの、選手ですけどもね。まあ、ボギーは打ってもバーディーでもう取り返すっていう、バーディーの多い選手ですけど。まあ、今日はノーボギーで良かったですね。あと、私が一押しの武田理央ちゃんですね。 いや、3週連続最終日最終組にはならなかったけどね。でも今日ノーボギーですから良かったですよ。ちょっと映る時間もちょっと増やしてほしかったなと思うんですけどね。やっぱり夢カデラックスとね、武田りおちゃんのね、飛ばし合いを見たいよね。はい。まあ、そこに神谷空ちゃんも入ったらまた面白かったんだけど。で、まあ2019年に優勝して以来、 勝ってないい目をが欲しいでしでょう川本閣下は今日はちょっと我慢だったね。なかなかバーディーパットが決まらないというね。一番はね、三打目でベタビン来て、いきなりバーディー取ってたんですけど、その後がもうずっと我慢我慢でね、なかなか決まらないっていうね。まあ、一個、なんかちょっと長いのがバンと入ったらね、来たかもしれないよ。多分ね。 ま、12番のパォー4なんかはね、セカンド、あの、上り傾斜の途中で止まったんでね、手前にコロ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 って転がってこないか心配だったんでしょう。全速力でグリーンに走ってきましたね。早くマークしないとってね。あれは受けましたね。一生懸命走ってましたよ。<laughs> 本当に。はい。さすが閣下ですね。<laughs> はい。まあ、アンシネ選手も来ましたね。5アンダー。 いやー、もう予選カット外から残りましたね。はい。まあベスト10に入ってきちゃいましたね。はい。お風呂のシーンを、の画像を見ましたかね。はい。ね、まあバスタオル撮ってくださいって感じだね <laughs>。まあいいんですけどね。はい。それで次ですけども、ソン・ギャンが来ましたね。ファイバーン。ソン・ギャンがね。 でね、桜井心ココナちゃんも、もう、裏街道の10番ホールスタートからね、来ましたね。今日ね、2番でね、ホールインワンしたんですよ。今季、プロゴルファーとしては初ですね。あの、アマチュアのイリア・ヒビキ選手がホールインワンはしましたけどね、アマチュアの選手。プロ選手としては今季初ですね、ホールインワン。123ヤードですって。で、それを、 46度のウェッジで打ったそうです。はい。123ヤード、46度のウェッジ。ああ、わしゃと、そんなに46度のウェッジじゃ飛ばんわと思うんだけどね。100ヤード飛ばないよね。私は。えすごいね。本当にね。プロは。<laughs> 本すごいなと思いますよ。はい。MM ちゃん、三崎ちゃん、宮沢美咲ちゃんもね、ノーボギーできましたね。今日、ちらっと映ってたんだけどね。 まあ、もうちょっと上に来てね、インタビューが受けられるぐらいに、も登ってきてほしいなと思いますね。はい。コタッキーは逆に落としたね、最終、あ最終組から、一人だけちょっとついていけずに、落としましたけどね。で、サクちゃんと上田桃子ちゃんがね、6番ホールまでにね、4つ伸ばしててね、おー、来た来た来たと。 いや、もう上位に食い込んできたのでね、うおー、来たぞと思ったんですけどね。ま、サクちゃんは6番ホールまでで、あのー、5アンダーでね、上位に来てたんですよ。上田桃子ちゃんなんかは6アンダーまで伸ばしてたのでね、ベスト10に入ってきてたんで。いや、これは来たなと思ったんだけど、なかなかその後伸ばせずでね、後半はちょっと難しかったのかなわかんないんですけどね。 はい。まあちょっと、ジョイ来てほしいな。ビッグスコア出してね。そして次ですけどもね。ああ、今日は、あ、倍美が、なんとか、なんとか。まあ2週連続予選落ち中だったのでね、なんとか、頑張ってくれました。ね、吉本光ちゃんも。で、ジョン・ミジョン選手ですね。ジョン・ミジョンってさ、あの、吉本光ちゃんが目に入ったから言うわけじゃないけど、あの、マネジメント会社、吉本工業なんだよね。 吉本興業のね、あの、マネジメント会社なので、そのページを見るとね、おかっぱのなんか面白い髪型で写ってんだよね。<laughs> あれなんであの髪型だったのかなと。パッと見よくわかんなかったけどね。あ,あ、ジョン・ミジョンだとかって、ね、<laughs> なんで吉本興業にしたんだろうと。他にいなかったのかなあの、韓国選手でね、このマネジメント会社だよとか言って紹介してくれた人いなかったんですかね。わかんないけど。 まあ、お笑い好きなのかもしれないし、わかんないですよね。はい。山内ひなこちゃん、なんとか、もう予選落ちの危機から逃れましたね。まあ、応援団が多いから、やっぱりね、残らないといけないですよね。はい。それから、ちさとちゃんも5つ伸ばしましたね。なんとか、いや、2オーバーで予選落ちかなとかって思わせといて伸ばしてきました。昨日言った通りになったね。 まあ、65とはいかなかったけど、あの、65っていうか、64とはいかなかったけどね。あの、初日と2日目、10だ違うって昨日言ったじゃないですか。そういうこともちさとちゃんならあり得るって言ったんですけども、まあでも5つ伸ばしたのでね、やっぱりすごいですよね。はい。まあこの、ちさとちゃんのこう実力なら、まあ祝い姉妹ともね、まあ、 予選通過したので、最終日ガンガン行くでしょう。ダメかいいかの、こう、どっちかで来るでしょうね。もうガンガン攻めて。ダメな時はダメかもしれないけど。はい。で、地元の脇本花ちゃんとか、長峰咲ちゃんも来ましたよね。やっぱり応援してもらえると、こう、力を発揮するタイプの人なのかもしれないですよね。逆に力入っちゃってダメな人もいるでしょう。ね。あの、スポンサー契約してるところの、 あの、ホステス大会とかになると力入っちゃうとかね、あの、あるけど、やっぱり応援してもらえると嬉しいっていう人は、やっぱりギャラリー多い方がいいと思いますけどね。で、北海道の吉本コ,コネちゃんは落としたけど、なんとかね、踏みとどまりましたね。はい、で、桑木志保ちゃんと佐久間朱里ちゃんのこの同じ年の二人もね、なんとか残りました。佐久間朱里ちゃんはちょっとね、 夢かデラックスに負けないようにね、しないとね。ね、先輩としてね。はい。で、まあ、ホールバイホール見ていくと、神谷空ちゃんね、まあ、13番あたりでチラッと映ったんですけどね、6、7メーターぐらいのバーディーパットぶち込んでる姿が見えていたんですけどもね。他の選手はなかなか映ってなかったのでね、ちょっと分かりづらかったんですけども。でも、やっぱり、あの、3アンダーとはいえね、 3アンダーで23位タイじゃないですか。これね、余裕じゃないんですよね。一歩間違えば予選落ちになりかねない順位なんですよ、これね。で、次のも見てください。まあ、2アンダーのね、桑木翔ちゃん以下もそうなんですけども、ここまでなんですよ、実は。2アンダーまでなんですよ。ね、まあ、岩井千里ちゃん何にもこう、 ショット集、あの、ベストショット集みたいなのに出なかったけどね。18番のイーグル取ってもね。次見てください。次。はい。こちらね。2アンダーいっぱいいるんですけども、この2アンダーまでです。予選通過は。1アンダーは予選落ちです。はい。右側見てください。リュウ・リツコ選手、イカの選手は予選落ちになってしまいました。はい。いやー、これ、ほんと1打違ったらね。 ま、3アンダーで回ってる人がボギー打っちゃって2アンダーになったらもう最終ホールなんかもうビビっちゃうよね。<laughs> 本当に。これ入れないとみたいな感じになっちゃうね。はい。ちょっとホールバイホール見てほしいんですけど、2アンダーの人たち、まあ、多いんですけどね。あの、鶴岡カレンちゃんが最終の18番でバーディー取ってギリギリ予選通過です。ね。これ見たらわかるでしょ はい。内田こと子ちゃんも、天本遥香ちゃんもそうですよ。まあ、あの、グレーに塗ってあるから、10番ホールからスタートしてるんですけども、最終ホールの9番でバーディー取って、2人とも予選通過ですね。で、イ・ミニョン選手が、あの、映像映ってました。18番でバーディーパットを決めて、2アンダーにして、ガッツポーズね。本人も分かってたでしょう。あの、リーダーボード見てね。まあ、設置してあるリーダーボード確認して、これ入れたら、 予選通過だと。で入れたから、まあ、結果的にはね、まあ、today one under ですよ。で、トータルで2 under になったわけですよ。まあ、そんなにこう、距離的にもバーディーパッドそんなに長い距離でもないしね、ガッツポーズするほどのものでもないんだけど、やっぱり予選通過するしないでは、うんでの差だからね。ほんと。ここでガッツポーズするしないっていうのはね、 あの、よくシーンが映るんですよ。これ大体2日目のね、予選通過するかしないかの18番ってよく映るんですよ。みんなガッツポーズしてますよ。バーディー決めて。あの、予選カット内に入ってく、来た選手ってね、みんなガッツポーズするんですよね。<laughs> もう、ロ円で買えるかね、お金もらえるかどうかってもう、この瀬戸際ね。まあ、最下位であったとしても、何十万かもらえるから、賞金はね。 全然違うんだよね。<laughs> まあちょっとね、マイナスになっちゃうかもしれないけれども、でも、もらえないよりはね、頑張ったのに0円って、キャディー費も入られないでしょせっかくキャディー頼んでもさ。ね、いや、本当に、まあ荒川玲華ちゃんもね、バーディー取りました。で、あの、今日一緒に回ってたのがね、菅風花ちゃんと荒木優奈ちゃんの、この、あの、宮崎の日照学園の同級生コンビね。 一緒に回ってたんですよ。同じ組で。この二人がね、明暗を分けたんですよね。荒木優奈ちゃんがバーディー取って予選通過したんですよ。菅風花ちゃんは残念ながら予選落ちしてしまったんですけどね。プロが落ちてアマチュアが残るんですよね。そういう世界です。はい。で、私が応援してた末ゆいちゃんね。まあ、前日にウェイティングが決まって であの出れるよよっってて決まってね岡山から宮崎に駆けつけつたんですよ先週 V ポイント出てたから、鹿児島に出てたんですよ。だからそのまま宮崎行けばよかったんですけども、ウェイティング3人だったので、あの、自分の番はね、3人欠場すれば出れるっていう位置だったのでね、QT の41位か。その順位だったので、まあ,あの、その来週のね、 あの、ヤマハが難しいから、ちょっと地元の岡山に帰って練習しようということで地元に帰ってたらしいんですよ。そしたら、なんか二人欠場して二人出て、あれ、ウェイティング1位だぞ、今と。で、慌てて宮崎行ったんですよ。で、慌てて行ったから練習ランドもできず、しかもこのコース初めて回るから、何がどうなってるかわからないと。どんなコースか全くわからないと。いう中で、 この成績は立派でしょう。前半で4つバーディー取ってね。いや、ちょっと後半落としちゃったけど、なんとか予選通過したから、これは立派ですよね。まあ、渋子ちゃんが予選落ちしちゃったのでね、あの、作用高校の1個下の後輩としてはね、頑張ってほしいなと思いますね。 はい。まあ前から何か気になるって言ってたんですけど、この子何か気になるんだよなって言ってたんですけど、まあ顔が好みなわけでもないし、な、なんで気になる。しぼこちゃんの妹分っていうだけじゃなくて、な、なんかね気になるって前から言ってましたけど、今日映ってね、思い出しました。この子色白なんですよね。で、色白だけじゃ好きにならないんですけど、色白で寒い時にね、ほっぺが赤くなるんですよね。 可愛くてね、それがね。で、顔だけパッと見るとね、顔だけこう、クローズアップして見ると、細身の子かなーっていう印象なんですけど、まあ、体全体映すと、結構下半身しっかりしてるんですよね。やっぱりプロゴルフはたるものね、やっぱり下半身しっかりしてないといけないじゃないですか。というのは理屈でね。 やっぱりこう、お尻の大きい子好きなので、ね、<laughs> やっぱりね、がっちりしてる子好きなんですよね。ああ、それだったと。思い出しましたね、末ゆいかちゃん。ちょっとね、これからも見ていきたいと思いますけどね。はい、皆さんもちょっとね、機会があったら末ゆいかちゃん見てください。ちょっとこう、歯が出てる子なんだけどね。それはちょっと気にならないので、私は。気になる人は気になるかもしれないけどね。 はい。アカシアさんまさんに言わせたらね、あ、君も出場やねって <laughs>、多分言うと思うんだけどね。はい。まあ、いいんですけどね。はい。それと安田優香ちゃんは、まあ今日13番映ったね。ちらっとね。5、6メートルのバーディーパットぶち込んでましたね。ねまあちょっとアンダーでは回れなかったけど。まあでも予選通過だからいいでしょう。はい。そして次、後藤美優ちゃんですね。 いやーすごいね。5アンダー。いやーもう予選落ちかなと思ってたよ。ぶ,ぶっちゃけ。<laughs> ダメか、今回もとかってね、思っちゃったけどね。いやーノーボギー、素晴らしいですね。で、しかも、最後の、まあ、10番からスタートしてますから、最後の9番でバーディー取って予選通過とね。いやリ3オーバーからの予選通過は素晴らしいじゃないですか。 ねえ、どんどん来てください。あったね。あと、中野エリカ選手はちょっと予選落ちですね。まあ、1アンダー以下は予選落ちですね。ちょっと、中野エリカ選手どんな人っていうとね、まあ、この子結構可愛い子なんですけども、あの、組み合わせの動画、あの、動画概要欄に URL 貼っときますので、後で見てください。あの、少し詳しく話してます。ね、ルーキーの子ですけどね。はい。それから、あのー、 まあ、ワンアンダーの方はみんな予選落ちなんですけど、やっぱりここであの言っときたいのは、あの、菅風華ちゃんね。まあ、菅風華ちゃん18番で一応バーディーは取ったんですよ。で、2オン狙ったんですね。で、2オン狙って、まあ、グリーンに乗らずに左のバンカー入っちゃって。そのバンカーショットも結構惜しい、ね、もうすごくこう、ベタピン来たような、いいバンカーショットだったんですけど、これが入ってれば、予選通過と。 ねまあ、どっかでね、なんか頑張れなかったのかなとか <laughs>、思っちゃうけどね。あと1だね、はい。まあ、同級生のアマチュア荒木優奈ちゃんは予選通過して、菅風花ちゃんは残念ながら1打足りずということでした。はい。で、木戸めぐみ選手も4つ伸ばしたんだけどね。あと1つでしたね。まあ、後藤美ゆちゃんみたいに5つ伸ばせば予選通過という感じでしたけどね。 はい。で、次ですよ。次。高木優菜ちゃんが落ちました。いやー、一番のティーグラウンドでね、吉田優りちゃんばりのストレッチしてたんですよ。うわー、ええろと思って。<laughs> まあ、いいんですけど、それはね。まあ、ちょっとね、一、二つ落としちゃったのでね。まあ、しょうがないですよね。納豆娘、金沢しなちゃんも落としてしまいましたね。宮里美香ママも。 落としてしまいましたね。落としてしまいました、ね。3つ伸ばしたんだ。3つ伸ばしたけど落ちちゃったんでね。やっぱり今日伸ばし合いな、なるセッティングだったんですよ。あの、最近ミキプロがね、バーディー取ってくださいと。いうセッティングにしたのでね。まあ、3つ伸ばしたけど、ちょっと届かなかったっていう感じですね。はい。ちょっとこのホールバイホール見ていただきたいんですけども、はい。野沢真央選手、4連続バーディーがあっても、 ワンアンダー止まりだったというね。これかなやっぱり優勝できないのはまだ未勝利なんですよね。指導をずっと守ってるね、プレイヤーであっても優勝まだ来ないっていうのはこういうところかな。一日の中でこう波が大きいというかね。そういうのがあると、やっぱり4日間、3日間でもそれを続けるっていうね、なるとちょっと他の人に勝ることができない。 理由なのかなとかって今日ちょっと思っちゃいましたけどね。藤田カレンちゃんノーボギーだったけどね。まあでも、あのー、リランキングは OK だからもうね、大丈夫ですよ。もう、楽しんでやってくださいっていう感じですね。そうしてれば、なんか力が発揮しそうな感じですよね。はい。そして次ですよ。次。見てほしいのが。かわいい、かわいい。三ヶ島かなちゃんが。 これ右側見て、あの10番からスタートしてるんですけどね。14番から18番までの5連続ボギーがあって。いや、6つバーディー取ってんだよ。6つバーディー取ってんだ。6バーディー、7ボギーで、今日、トゥデイ1オーバーで落ちましたね。この連続ボギー2つで止めていられなかったのかなね2連続ボギーで止めてれば予選通過でしたね、ギリギリね。 6つバーディー取れてるんだからなまあでも、バーディー取ってくださいっていう、あの、セッティングだと、バーディー取れるっていうことですよね、やっぱりね。はい。まあ実力があるってことですよ。そして鈴木愛ちゃんは、見事な予選落ち。見事なっていうかね。はい。別に喜んでるわけじゃないですよ。あの、ね、意気込んでいたけど、3週連続優勝。で、これでやっぱり、ね、あの、ランキング上げたいって言っても、 予選落ちするとガクッと下がっちゃうからね。ゼロポイントだから。ね。あの世界ランクもかなり落ちてしまう。まあ、そんなにでもないか。優勝してランクを上げるよりも落ち方は緩やかかな。あの、ポイントはね。はい。まあでも、ちょっと、あれじゃないですか。まあ、一休みっていう感じじゃないですかね。今年は優勝、また、 もう一、二勝するんじゃないかなっていう感じですよね。はい。ペソンちゃんがなかなか映らないんだよね。小林夢香ちゃんのね、飛ばすコツはやっぱりあの腰の動かし方だよね。下半身の動かし方。で、ペソンちゃんもそういう動かし方するんでね。そういうところを見せてほしいんですけどね。はい。なんだかエロい竹内みゆき選手もなかなか映らなかったのでね。もう、5バーディー取ってんだよね。 ま取れる選手なんですよ。はい。それから、次ですね。これ、長島花音ちゃん、あれだね。5アンダー出して予選通過。まあ、初日が悪すぎたよね。まあ、しょ,しょう、がないですけどね。6オーバーだったかね、初日ね。これは、まあ、次に繋がるんじゃないですかね。また、推薦もらって出たら。まあ、これから4月に入ればね。 ステップアップツアー始まるから、そっちでね、活躍するかもしれないですね。はい。また菅沼奈々ちゃんが落ちちゃったよ。大丈夫かな今年奈々ちゃん。どうでしょうかね。はい。それで原恵リ香ちゃんも、弟くんの誕生日は飾れずっていう感じでしたね。アンダーでは回ったけども。はい。そして佐藤美優ちゃんも落ちたんだよね。大丈夫かな佐藤美優ちゃんも。 今年調子悪いなまあ予選通過できない今年ね、なかなかね。まあ、ウーチャイエンも落ちたんだね。まあ、ウーチャイエンが落ちるとは思ってなかったんだけど。まあ、そういうこともあるでしょう。まあ、アミューちゃんも落ちちゃったね。なかなかね。はい。まあ、作用高校、タン・もエナちゃんとアミューちゃん二人とも落ちちゃって。まあ、スエちゃんだけだったね。だけではないか。 他にいたっけちょっと思い浮かばないからね。だけって言っちゃったけど。はい。それから最後ですね。さっき言った、あの、工藤遥香選手、余裕で予選落ちって言っちゃいましたけどね。予選落ちですね。はい。ミパミパも落ち,落ちましたね。遥ちゃんも落ちたんだよね。川崎遥ちゃんどうしたんだろう大丈夫かなはい。ということなんですけど、AI 予想は10人挙げたうちのもう6人予選落ちしましたのでね。 ま、それでも、AI の予想、こ、えー、小岩桜ちゃん、岩市里ちゃん、鶴岡カレンちゃん、山内ひのこちゃん、もう、とてつもないビッグスコア出さないとちょっと無理だな、これな。はい。あなたの優勝予想は誰でしょうかね女王が、オリンピック出場にまた名乗りを上げてくるのかそれとも、レイチェルが逃げ切って、2年連続主催者推薦優勝者が出るのか そして、優勝して所属先に名乗りを上げる企業がたくさん出てきて、ウハウハになるのか。それと、ユメカデラックスがダイヤモンド世代5人目の優勝者になるのか。という感じのところが見どころですかね。それとも他の選手がドーンと上がってくるのか。そういったのもあるとね、混戦になって最後まで手に汗握るシーンが見られて面白いかもしれないですよね。はい。 ということで、またコメントを読まさせていただきたいと思います。あのー、アークサリリースの初日の動画に、あのー、コメントしてくれた方、行ってみたいと思いますね。はい、最初は上野さんですね。えー、誰が勝つのでしょうね。薄いは随分体重増やしたみたいですね。昔はガリガリで貧相だったから <laughs>、ね。あれでは持たないよねって。ああ、でもね、 あの、貧相っていう方はあれかもしれないけどね。あの、まあ、細かったよね。確かにね。飛距離も出なかったし。ねまあ、無理やり体重増やしてね。あの、お相撲さんみたいなね、食事の取り方をしたりね。食べてすぐ寝たりとかして、ね、体重増やしたらしいんですけどね。でも、今も、昔もそうですけどね。まあ、細いけど、おっぱいは大きかったよね。昔からね。 ね、<laughs> 皆さんと見るとこが違うのかもしれないけどね。いやー、レイチェル、おっぱい大きいなと。巨乳とはまではいかないけど、細身の割におっぱい大きいなと。おっぱいおっぱいって言ってねまあいいや。<laughs> 次行きましょう。はい。はい、次は、あだ名はルパンでしたさんね。いやー、夢か、映つか、現実か、夢か、誰だ <laughs> まあ、知らない方いらっしゃるでしょうね。 はい。大混戦ですな。こんな展開になれば女王のヤマミーだと思うよ。アクセル踏んでエンジン全開してくるような気がしますね。ああまあ、今日はその通りになりましたね。今日は、えー、久しぶりに、えー、色気のあるゆいちゃん、は、え、じ、ー、め、アスカ、アヤカ、エリカちゃんたちとお画面に映ってきて、見が見いがありましたな。と。 えー、昨夜からアメリカツアーのしぶこちゃんの一番ホールから今日のアクサまで寝てない、寝ないでぶっ通しでゴルフ見てました。さすがにすごいね。はい。ねさすがに眠たいって言ってたよ。そりゃそうで、ね。<laughs> アンシネちゃんの露天風呂見ましたよ。ああ、よかったですね。目の保護になります <laughs> 確かにね。はい。バスタル取撮ってほしいですね。あと少しでアメリカ始まるので、えー、失礼します。またコメントさせていただきます、ね。はい。 まあ小林ゆめかちゃんは、まあ中学卒業して、まあジャンボさんのとこに入ったわけですよ。で、まあさ、まあさっきも言ったか。まあパターは下手くそだったけども、飛距離だけは出たんですよ。もう昔から。で、やっぱり才能じゃないですか。飛ばしってね、あの、トレーニングして飛ばそうと思ってもなかなかできないんですよね。でも最初から飛ぶ人って本当飛ぶんですよ。教えなくても。 それって本当にこう、なんていうのゴルフに関してはね、アドバンテージでね、教えてできるもんじゃないんですよね。トレーニングしたからって言ってね、パワーついたからって飛ぶわけじゃないんですよね。少しはヘッドスピードは上がるかもしれないけど、飛ばしってそうじゃないのでね。小林ゆめかちゃんのス,あのスイング見てたらわかりますよ。はい。まあ、ジャンボ小崎の秘蔵っ子ってずっと言われてたんですけどね。まあ、ダイヤモンド世代ですからね。 まあ、ダイヤモンド世代といえば、一番最初に活躍したのが佐藤美宇ちゃんですよね。アマチュアの頃、ぶ子ちゃんとスタンレーで優勝争いして、プレイオフまで行った子。で、翌年、プロになって。で、QT、もう上位に来てね。まあ、レギュラーツアーずっと、序盤から出てたんですよ。それでシード権取りました。でも、途中から来た、川崎春花ちゃんが、メジャーでいきなり優勝して。で、翌週大、尾崎小関あみゆちゃんが優勝して。 先っ越されましたけどね。で、あの、桜井コ,コナちゃんが、ステップアップツアーで5勝して、賞金賞になって、去年4勝したでしょう。で、去年入ってきた、あの、神谷空ちゃんが、いきなり2勝してね。まあ、これで先っ越されちゃった。っていう感じだったんですよ。で、武田りちゃんもいるでしょう。武田りちゃんはもう、まさしく、もう、サラブレッドだよね。 おばさまが、あの、平瀬まゆみさんですからね、賞金賞。もうこの子ももう最初から飛ばしてたしね、すごいダイナミックなゴルフを昔からしてたので。で、ゆめかちゃんだけだったんですよ。まあ、神谷そらちゃんが入る前ね、6人、ゆめかちゃん入れて6人、ダイヤモンド世代ですって,言って言ってたんだけど、ゆめかちゃんだけ実績なかったんですよ。ステップアップツアーでも優勝できずという感じだったんですよね。それが、 神谷らちゃんが入ってきて、いきなり2勝してね。あの、先越されちゃって。だけど、去年、ステップアップツアーの最終戦でようやく優勝したんですよね。やっと来たと、夢かがと。まあ、すごい、こう、ジャンボさんの秘蔵子って言われてたんですけど、やっと去年の最終戦で来たっていうね。そっからですよ、QT も成功してね。まあ、今年、序盤は出ますからね。まあ、また、あの、注目されるんじゃないですか、これでね。 小林夢か。まあ、覚えておいてください。はい。で、次ですけども、えー、ヨシさんかなえー、三人は同級生ではなくて、プロ同期生です。ああ、そのことね。あの、小林、えっ、ー、と、小西綾子さんが言ってた、2019年にこの大会優勝した、あの、川本結衣がね、最終日最終組に、 まあ、出てたんですけども、その時のメンバーが川本由衣、薄井玲香脇本花と、この3人だったんですけどね。まあ、同級生って言ったんですよ。で、小西さんが、まあ、ちょっと同期生と言い間違えたんでしょうね。あの同級生ではなくて、脇本花ちゃんが1個上なんですよ。だけど、まあ、花の90期生だよね。あの、渋子ちゃんと同じ同級生じゃなくて、同期のプロテスト合格者ですよね。 まあ、そういうことです。<laughs> そういうことですね。やっぱりね、あの時の、あの、同期の人たち、まあ、エイミー・コガ選手がトップで通過したんですけどね、プロテスト合格したんですけども、他の選手も、まあ、なかなかね、まあ、モネちゃんも90期生ですよね。同じですよ。菅沼奈々ちゃんも。で、あの、吉本心コ音コちゃんもそうなんですよ。実はね、90期生なんですよ。 だからね、ちょっとね、まだ、あの、表に、こう、名前がねなか、なかなか出てこない選手もいるのでね、まあ、どんどん出てきて欲しいなと思いますけどね。はい、そして次は、ヒロンさんですね。初日の上位はいつになく新鮮ですね、と、本当ね、そうなりましたね。えー、ココナーさんと同期で仲良しの小林ゆめかさんはまだ幼い感じで可愛いですね。まあ、そうですね。 あの、あどけない感じですよね。体大きいんだけどね。しぶこちゃんぐらいの身長あるんで、体は大きいんですけど。まあ、表情見てたらね、まあ、可愛らしいですよね。まあ、あの、高校生みたいだよね。なんかね、二十歳になったけど。あどけない感じがいいですよね。で、えココネちゃんや高木選手にも頑張ってほしいです。高木選手はちょっと予選落ちしちゃったけどね、ココネちゃんは残りました。 で、二日目以降の展開が楽しみですね。えー、木下綾と松田麗選手が最下位。せっかく出場できて少ないチャンスなので踏ん張ってほしいですね。今回は厳しいですかね、と。はい、厳しかったですね。確かにね、しょうがないですね。まあ、次頑張りましょう。はい。で、次が次元さんですかね。270ヤード、本当に飛びますね。UMK 昔所属クラブの研修会の遠征で行きました。おお、すごいですね。 で、最終18番ロング3打目70から80ヤードくらい残ってました。あ10、18番のロング3打目でね。2打打って残りが7、80ヤードぐらいっていうことですね。みんな2、あの2オンしてきますからね。<laughs> ね菅風花ちゃんも余裕で届いてたしね。はい、チャンピオンティーからですが、えー、2オンできるのは相当びっくりする飛距離ですね、と。えー りょうさんのお近くに居住していたらラウンドをお迎え行くのになぁとね。はい。まあ、連れてってほしいですよね。う <laughs> まい人に教わりた、ながらね、ラウンドしたいもんですね。はい。それから次はエボシじいさんですかね。 はい。お世話様です。薄い霊カプロは技術よりも体力づくりが重要と食べては寝るという大相撲力士みたいな体作りをしたらしいですね。飛ばすために増量したというフォンシャンシャンを意識したのかどうか。でも、プロでやっていくためには1年通してプレーする体力は必要です。どの選手もキャリアを減ることに体格が大きくなっていますからね。 古くて恐縮ですが、昭和の天才少女だった服部みち子さんは高校の時、えー、全米女子アマカった頃は、今の馬場咲ちゃんみたいに細身でしたが、第一線を退くあたりには結構なおばさん体験になっていたからなと。あとは、絶対に勝つんだという気持ちの持ちようでしょうか。まあ、全部必要だよね。技術も必要、もちろんね。で、体力も必要だし。で、まあ、絶対勝つっていう、このメンタルも必要ですよね。 ま気持ちの問題というかね。気持ちの弱い子はなかなか勝てないし、勝ったとしても続かないよね。ちょっとしたことで、ああ、私ダメだってなっちゃうから。ね、まあ、気持ちの強い子が勝ちますよね。うん。はっとりみちこさん細かったよね。うんと。<laughs> まあね、ねあの、おばさん体型になるのは、まあ、普通ですよね。まあ、しょうがない、それはね。<laughs> はい。そして次は沢田さん。面白くなりましたね。山下さんも、やっと調子出てきたところだけど、ちょっと今回はおとなしくしていただいて、昨日押していた木下彩さんは今回はきついかなと。ね。ちょっときつかったですね。はい。そして最後かな。一郎さんですね。 批判的なことは言わないようにしようと悔い改めたいと思っているものです。これからはいいところを見てコメントもしていきたいなと。最近の女子プロゴルファー、ビジュアルも素晴らしい、ウェアもカラフル、可愛い、見ていて楽しいですねと。うんとそうですよね。昔に比べたら、とんでもなくね、可愛らしいウェアがね。まあそういったこう企業がどんどん盛り上がってきていますからね。 今日の二日目のレイチェルさん、いいですね。思わずシャンパン一本入れちゃおうかなと思いました。りょうさん、昼と夜大変ですね。お体ご自愛して、あまり無理をなさらないで、まだまだ酒は長いんで、小岩さくらさん、来てます、来てます。安心ね、さんもとね。はい。いやー、やっぱりね、もう飲みながら見たいんじゃないですかね、皆様、ね。<laughs> 飲める人はね、まあ、私そんなに飲めないですけどね。缶ビール一本飲んでもういいって感じなんですけどね。はい。あの、 メディアブルの方でね、あの、まあ、月額料金払っていただくと見れるっていうメディアブルのサイトの方では、まあ、最近アップして、ね、もう時間がなさすぎちゃってね、アップできないし、あのメディアブルっていうサイト自体がね、ちょっと使い勝手悪いんですよね。アップする時間に YouTube の5倍ぐらいかかるんですよ。アップし終わるまで。あの動画をアップロードし終わるまでに、ね、すんごい時間かかるんでね、これはダメだなと。 で、生、生配信したとしても、なんか消えちゃったりするんで、こりゃ使えねえなと思ってね、どうしようか、他の媒体ないかなとか、ちょっと変えようかなと思ってるんですけどね。はい、ちょっと使い勝手が悪いので。まあ、メンバーシップまた再開しようかなとか思うんですけどね。でも YouTube 一本になっちゃうと、何かあった時に困っちゃうのでね。はい。まあ、いろいろ考えながら、これからまたやっていきたいと思います。このチャンネルが大きくなったらね、また、 ま、あの、いろんなことを展開できると思うのでね。そういった感じで。まあ、あの、企業がね、タイアップしてって言ってくるかもしれないし。何かこう、有名な方から、あの、コラボしてくださいとかね。あと、プロゴルファーとか、アマチュアゴルファーとか、あの、このチャンネルに出たいとかね。あの、何て言うの顔を売りたいとかね。 まあ、スポンサー契約してないんで、もうちょっとこう有名になりたい、顔を売りたいっていう人が出させてくれとかね、いうこともあるだろうし、まあそういったことも考えながらこれから展開していきたいなと思いますね。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、 本の見出しみたいにねいろんなテーマの動画をまとめてありますので試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね話のネタになる豆知識とかねランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見てください いただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた